主な国の国、国籍別、在留資格別、最新の数字とこれまでの推移をお伺いしたいんですけど。まず生活保護を受けている外国人の世帯数と人員についてでございますけれども、最新のデータが平成31年の1月末時点のものでございます。で、世帯主が日本国籍を有していない生活保護受給世帯数は4万6475世帯、その世帯に属する人員は6万8551人となっております。世帯主が日本国籍を有していない生活保護受給世帯を主な国籍別に見た場合、韓国または北朝鮮が最も多くて2万9704世帯、その次がフィリピンでございまして5303世帯、中国が5117世帯、ブラジルが1371世帯となっております。5年前とおっしゃいましたけど、4年前聞いた時よりも増えてますけども、5年前からは減ってるけども4年前からは増えてるということですか、いうことですよね。